11月24日に日本デビューした AB69 提供写真。韓国の4人組ボーイズグループ AB69 AB6 が11月24日に待望のジャパンデビューミニアルバム Absolute69 をリリース。ミニアルバムの注目ポイントや日本のファンへの思いなどをたっぷり聞いた。ずっと日本語で僕らの音楽を届けたいと思っていた。韓国の人気グループ AB69 が11月24日に日本デビュー。ジョンウン、僕にとっては韓国デビュー前からの夢だったので、いよいよという気持ちです。パクウジン、うん、ワクワクするよね。イデヒ、日本にもファンの方がたくさんいらっしゃるのは知っていたから、ずっと日本語で僕らの音楽を届けたいと思っていたんです。デビューミニアルバム Absolute69 には AB69 の代表曲が日本語で収録されている。ぜひこれまで韓国で活動してきた完全で完璧な僕たちの姿をお見せできるアルバムです。リード曲チェリーでは、チェリーのように爽やかな僕たちを堪能してほしい。こういうイメージで日本でも楽しく一緒に遊びたいという気持ちを曲に込めました。メンバー全員が楽曲制作を手掛けるが、テディは20歳という若さで AB69 のほとんどの曲を手掛けるほか、 IZ*1 など様々なアーティストに楽曲を提供。日本でも意味を輩出したプロデュース101ジャパンシーズン2でファイナル曲 One Day を提供し、日本語を交えたディレクションまで行った。ぜひファイナルに残った21人の表現力は練習生のレベルを超えていました。自分の物語をしっかりと歌に込める姿を見て、デビュー組に残れなかったとしても彼らなら他でもやっていける、またこの世界で会いたいと思いました。意味もデビュー曲がオリコン1位になったと聞き嬉しいです。機会があったら意味の曲も書いてみたいな。ネクスト、4人が最近覚えた日本語、お気に入りの日本語とは、2分の2。